文後森機関庫は、大分県九州郡九町の国鉄久市大本線文後森駅の東側にあった機関庫である。2009年2月6日に、機関庫及び転車台が旧文後森機関区の関連遺産として近代化産業遺産に認定され、2012年8月13日に機関庫及び転車台がそれぞれ旧文後森機関庫及び、 旧文後森機関庫転車台として、国の登録有形文化財に登録された。大分県九州郡九州町の文後森駅の東側に、1934年の、差し、大戦前線開通とともに完成。同時に、文後森機関区も発足した。鉄筋コンクリート作りで1785平方メートルの面積を有し、再生時には、 蒸気機関車21台が所属する大規模な戦形機関庫であった。太平洋戦争中の1945年8月4日には、米軍機の機銃装者によって、助役1名と職員2名が死亡する被害を受け、機関庫の壁面には、その際の弾痕が残り、文後森機関庫ミュージアムでは、付近で見つかった薬莢が展示されている。蒸気機関車には、 前後の区別があったため、方向転換のために大規模な線形機関庫や転車台が必要であったが、ディーゼル機関車やディーゼルカーへの移行が進んだことに伴い、1971年に廃止された。廃止前の1969年から宮原線で使用されていた国鉄キハ07型機動車が廃車後も保管されていた。 同社は1986年に大部運転所に移設の後、2003年に開館した九州鉄道記念館で保存されている。2001年に地元の有志によって保存委員会が結成され、登録有形文化財の登録を受けるべく活動した。その一環として行われた1万人の署名運動では、 クス町の人口を上回る22,437人分の署名が集まり、2012年に登録有形文化財に登録された。2006年3月には、クス町が旧機関庫と敷地を3,466万円で JR 九州から買収。2008年には鉄道記念公園整備計画を策定しており、 文語森機関庫公園として整備が進められている。公園内には、機関庫西側にある作業員詰め所を改修して、文語森機関庫ミュージアム、文語森ラウンドハウスミュージアムマイナスが開設されている。国鉄9600形状機機関車29612号機2015年6月12日から1919 19年製の 国鉄9600系蒸気機関車29612号機を保存している。この蒸気機関車は福岡県締町から無償譲渡を受けたものである。締町の中の坪公園で展示されていたもので公園の改修に伴い締町では老朽化した蒸気機関車を修復して展示する予定であったが町議会で 修復予算が否決されたため、やむなく解体する予定となっていたものであった。2014年4月8日に、締め町で、譲渡の調印式が行われ、蒸気機関車は、修復を受けた後、2015年6月10日に、文庫森機関庫跡に搬入され、12日に、設置作業が完了した。文庫森機関庫ミュージアム登録有形文化財。ありがとうございます。